ケッティ。あんたあんた。エイカティです。はい。本日食べていく商品は <laughs> こちら。<laughs> <laughs> 何かわかるこれ？あんたたち食べたことある？クロコダイル。見て。で、わかる？で、ちょっとショッキングじゃない？本日はこちらを食べていきます。 一旦出してみよよか気になるよね、えー、怖いんだけど、はあ、ちょっとできますよあ最悪なんか汁足に飛んだえこれちょっと待って手で掴むのえ待って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 ワニの手でさ12345えワニの手って人間と同じだよ見て5本そんなことどうでもよくてちょっと待っていくようわ <laughs> 本当に結構すごいね見てこれ私の家の近くには暴走族が住んでるみたいですえちょっと見てこれこれもワニの爪ちょっと待ってワニの爪でネイルタッピングこんなことできないよ普段 意外とさあれみたい赤ちゃんみたい遊んでる場合じゃなくてあのこれをね今から調理していきます焼くだけさすがにね私あのたくさんのもの生で食べてきましたけれどもこれは生で食べちゃダメってわかるのではい焼いていきますできたーわー怖いわ怖る焼きました でもね、言っていいめっちゃ美味しそうすっごいいい匂いがするの鶏のささみみたいな香りがするんですよねとりあえずちょっと食べてみますねで一応これ塩さっき焼く時に振ったんだけど一旦そのままでいってみようかあたあつ,あついただきますこれどうやって食べたい <laughs> 何、ね、て言ったらいいんだろうすっっごい筋肉って感じなんて言うの,この鳥みたいなこうふわふわって感じのやつじゃなくてみ<た>いな <laughs> やっぱワニって強いだけあるんだねそういうことで私は皆様にエピソード募集しましたうちって最強って思ったこと <laughs> ワニにちなんでですねこちら募集いたしました交通事故で跳ねられて横断歩道の端から始まで飛んだけど無傷化け物ちょっとあのレモンかけさせてもらいます うちのの知り合いいにもいたの高速道路で車が横転してコロン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 ってなっていったんだけど乗ってる人全員無傷車は廃車乗ってた車は BMW かわいそう肉肉、うん、しい肉。 まいいか親の財布からお金抜き続けて10万貯まったのでママにバッグ買ってあげた <laughs> <laughs> 結局は自分で買ったことになるよねママ気づかなくて娘にプレゼント買ってもらって「えー、なんて優しいんだろううちの子供本当に素敵って思ってたのそれが自分の金だったまあ優しいからいっか <laughs> 中学の時に私が通るたびに「シネブス」って言われてたらしく卒業するまでそれに気づかんかったこと <laughs> メンタルマジで見習おうみんなそうやって悪口言われてたのにもさ気づかない方がハッピーじゃん世の中マジでこのメンタル見習おうお前をいただきますあちょっとかけすぎたちょっとやりすぎたかも 間に合わない <laughs>。そのままが一番欲しいかも。ねえ、うち今どんな顔してたの。なんかすごい顔してた気がするんだけど。ええー、お嫁に行けない <laughs>。 なんかねサバイバル本能を見いだしてくれる食べ物だった流行ってるようなキャンプとかってさあんま好きじゃないの、ね、なんで好きじゃないかって言ったら虫がいるあと外で寝たくないその2つなんですけれどもなんか生きていけそうな気がしたどううううちちっってててて生きていけそうだとと思みみんなちょっと考えてみて 一回。 キャンプやってみたいなと思うなんか本当に一日中大声出してしまいそうで。熊がさ、大声とかで寄ってこないって言うじゃん。多分うち一人連れて行けば大声永遠に出し続けるから、熊よけにはなると思う。うち連れて行ったら。<laughs> 誰か連れてってほしい。キャンプ得意な人。なんか初心者だけで行くのは不安じゃん。キャンプ得意な友達と一緒に行きたいな。学年の中で一番可愛い。グッドグッド。うちもね、そうやって生き続けてた。さすがに学年一可愛いとかは、この間はさすがにさ、言えない。友達いなくなっちゃうと思うから、一人でさ、お家に帰って、鏡 に向かいながらえ、今日もめっっちゃ可愛かったそんな風にさ思ってるとかってそんなんじゃないけど思ってるとかじゃなくてそういう風に言う気持ちなんかそういうのって大事じゃん。思ってるとかじゃない思ってる自分で自分のことを褒めてあげないとなんか誰も褒めてくれなくなった時にかわいそうじゃん自分が。だからせめて自分だけでも褒めてあげようよっていうモチベでうちは自分で自分のこと超可愛いいよってずっと言ってあげてた。 <laughs> 思ってるとか。顔可愛いから許してくれるって思考を持ってる彼氏がいること。大事大事。うちもね、ずっとね、付き合っててきた彼氏には毎晩言ってるの。本当に、うちと別れたらこんなに可愛い彼女とは出会えないよってずっと言ってて、喧嘩した時とかも、え、こんな可愛い彼女。<laughs> 自分で言ってて恥ずかしくなってきたわ。とりあえず、こういう気持ち。 え、もっと食べたいこれ何食べれるところコロナが一日で治ったことそれは治ってないよあんたの体調が良くなったってだけで治ってはない菌は絶対にあるの治ってないからね今の彼氏を落とととしたこととか なんかっっこいいいねこの方最強説を持っていらっしゃるそういう風に考えることもいいね。今の彼を落としたってことはうちって最強みたいなさ「えよくないうちもさ思うんだけれどもうちと付き合えてるってことであんた最強って思えないよ」って本当にねうちって <laughs>。なんか嫌だなこういうさ高校生ぐらいとかずっと思ってんの「あ <laughs> か痒くなってきた」ってちょっと <laughs> あのね心の中で思うことは大事です。 はい。イノシシが来て、メンチ切ったらどっか逃げてった。<laughs> ついよ、キャンプ一緒に行こうや。寝てて、先生に怒られたけど、また寝た。もう、この、おねぼさん。ねぼさ,さ,さんじゃないな、んだっけ。のびたさん。のびたさんじゃないな。目がでかくって、ダンスできて、体柔らかくって、英語の発音きれいって最強。自分のいいとこ、長所をね、こうやってさ、たくさんあげれることって本当に素晴らしいと思うの。そういう人がね、世の中勝っていくと思うんだよね。こうなんか、ネガティブ思考。私なんて、と思ってるより、 かえ うちって最強みたいな。例えば目が細かったとしても、切れ長とか、セクシーとかそういう風な考えが目が細いから私ってダメなんだとかじゃなくて、それを誇りに思った方がいいと思う。自分で自分のなんか首は締めない方がいいと思うのうちはね。だからもうそうやってさ、いろいろ書き足していってみんな自分のいいところをネガティブに思ってる子がいたらの話ね。悩んだ子がいたらそうやって自分のいいところを書き足してみるのはいいと思うよ。うちもね、そうやって生きてきた本当に自分のいいところしか見つけないの。短所ってうちもいっぱいあるんだけれども、たまにそれでね、 友達に怒られちゃうこともあるなんかそういうとこ直した方がいいよとか言われることあるんだけれどもそれもそれで気づかしてくれてありがとうって思うのねなんなのあいつみたいなそんなこと言ってきてうちのことなんなんだと思ってんの最悪とかそういう悪い方に考えるんじゃなくてあんとうちのそういうところを見出してくれてありがとうやるねみたいなそういう風な考え方で生きてます <laughs> ドラッグ壊しました怪物生きてるだけで最強それはそう本当にねみんな生きてくれててありがとうみんなが生きてくれてるからうちの動画をこうやって見つけてくれてさ違うちクロコダイルの肉食ってるとこ見てくれてさ本当に感謝でしかないの本当にみんな生きてくれててありがとううちも生きててありがとうみんな本当にありがとう握手しようあ間違ったはいということで今日も動画を見てくれて ありがとー来週も見てね高評価、チャンネル登録、コメントを毎日読んでるのでコメントもよろしくお願いします <laughs> じゃねばー <laughs> クロコダイル 1> 1, 2, 3, 3, <laughs>